店長目指しチャンネルです、いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。今日はですね、ちょっと水曜日ということでね、競りみたいなのもあるんですけど、ゴリラを預かってましてね、エンジンかかんないって言ってね、はい、お預かりしてるのでエンジンかかるようにね、でまあポイントの隙間をどうのこうのっていうね、ギャップ調整をしてほしいみたいな話だったんですけど、でですね、ちょっといろいろ私見たんですけど、でまあおかしな部分はいっぱいあるんで、やっぱりそういうのをね、うん、でとりあえず今はね、エンジンとりあえずかかるようになりました、はい、かかるようにはなったんだけど、こっからね、さらにあれもこれもしなきゃいけないということになっていくのかなと、まあ思うんですが、でマフラーはなんかダメだったから、なんか安いやつショート缶、なんかメッキのショート缶を自分でつけたっつって、ああそうなんですか。であとエアクリーナーもなんかうんだらかんだらってパワーフィルターがついてるんですけど、あ、なるほどっつって、そう、うん、で火がなかなか飛ばないから何かなと思っていろいろ見たんですけど、でね、あれ6ボルトだからポイントなんですよ。 CDI じゃないな、ポイント点火ってやつなんですよね。ポイント点火ってやつです。はい。で、ポイントの車両なんて今世の中ないんでね。でまた整備士でやってる人でもポイントを知らない人もいるんじゃないかと思うんですが、まあキャブ車すらね、もうなくなってきてる時代にポイントってなんだって話もあるんですけどね、私よりも先輩の方だったらもうよくご存知かと思いますよね。はい。それでまあいろんな例えばね、 CB50 とかもポイントなんですよ。でこれ CB50 ので、私ゴリラのサービスマニュアル持ってないから、まあサービスマニュアル見てもしょうがないんですけど、まあ一応あります。それでまあここにポイントっていうのがあってね、でポイントの仕組みっていうのはじゃあ何なのかっていうことをね、このスポーツカブ C110 のサービスマニュアルを見ながら、見ましょう。これ復刻版なん で当時のあれはすごくこと細かく説明書いてあります。はい。さすがですね、本田さん、こんなのね説明をね、よく書いてある。しかもね、全部ね、絵とか全部手書きなの。すごいよね。すごいですよね、これね。本当にすごいです。今はもうこんなのないですけど、でやたら不親切だしねそう、説明の部分とか特に何ももう分かんないんだったり、触んなくていいよぐらいのね勢いなんでね。はい。で点火系統ね、点火系統の説明がここにあります。はい。で、点火系統とはね、点火系統とはマグネ灯、コンタクトブレーカー、コンデンサー、スパーキングプラグ等一連の系統を言い、コンタクトブレーカーの作用によりマグネ灯の高圧コイルに誘起された高圧電流は定められた時期にスパークプラグに送られ点火作用をするというふうに説明が書かれています。はい。で、コンタクトブレーカーですね。はい。コンタクトブレーカーね。ここにある。まあ、絵がありますけど、6、1図のようにね、コンタクトブレーカーはマグネ灯のステーターに取り付けられ、ポイントカムはフライホイールのボス部に加工されている。ね。コンタクトブレーカー自体はここのベースについてます。こっち側かな、ね、でここに、あ、これね、これでこっち下にコンデンサーがまあついてるんですけど、でこのカム、コンタクトブレーカーの開け閉めをするそのカムはフライホイールの中心部についてるんですよ。それが一応ね作りになってます。はい。で、フライホイールの窓から調整を行う。これね、すごいやりづらいんですよね。はい。分解容量はどのこうのって書いてありますけどね。はい。で整備、点検整備っていうのがあります。はい。で、ポイントの接点面は、金属光沢を有し、滑らかであることが望ましいが、はい、ポイントの接点面。要は、こう、繋がってるんですよね。で、ちょっと、回転で、点火時期になると、パンと開くんですよ。で、またパッと閉じる。それの繰り返しなんですよ。こんな感じですよね。多分。で、コンデンサーに電気を溜めとくんですよね。それを、これが、で、電気は流れてるんだけど、点火時期になるとそれがパッと開くことによって、コンデンサーに溜められた電気がイグニッションコイルの方にバーッと送られて、それでイグニッションコイルで昇圧した電気をスパークプラグで火を飛ばすというような仕組みなのかな。うん。確かそんな感じですよね。はい。もし黒色または褐色に変色していたり、または面の荒れ、凸凹がある場合は、軽微なものについてはポイントファイル、カッコヤスリで両面同時研磨を行い、甚だしいものについては分解の上、片面ずつオイル砥石で軽く研磨して、
荒れまたは凸凹を除く。簡単に修正不能のものは、簡単に修正不能ができないものはアッセンブリー交換すると。ね、剣箱を組み立て前にはポイント面をガソリン等で洗浄し、よく拭き取る。表面に油が付着したまま組み込むと、再び焼損または摩耗の原因となるので注意を要するって言うのね。で、これね、真っ暗の中で、あれ、エンジンかかってるとこ見ると、火花と結構飛んでますよね。バチャチッ、バチャチッってね、あの部分でね。だから、油とかがついてるとまた焼損しちゃうっていうね。それで、っていうことがあるみたいですね。で、組み立て調整っていうのがあります。ポイント軸をベース穴に合わせ、取り付けビスで締め付ける。この時、オイルフェルトにオイルが染みていない時は、エンジンオイルをなじませる。ね。調整はフライホイールを締め付けてから行う。フライホイールは、キー溝がウッドラフキーに確実に入っていることを確かめてから規定トルク。まあ、これをスポーカーブですけどね、締め付けを行う。左カバー取り付け後、点火時期を調整する点火時期は、上支点前35度である。調整はビス2を緩め、3にマイナスドライバーを差し込みねじりながら行う。でこういうふうに溝が来たら、そこ入れるとこうやって動かす。まあ、刺してこうやってできるんですよね。まあ、一応そういうことだと思いますが。はい。調整後はフライホイール約90度回転して、ポイント内の隙間が 0.3 から 0.4 の、範囲にあるかどうか確認するということなんですけども、これですね、点火時期が合わな、これで合ってないんだったら、ポイント隙間を合ってて、合ってるけど、点火時期が合わない場合は、もうポイント交換するしかないんですよね、これね。セーターベースで動かせないので、調整を、それ、そういう調整がこれできないから、もう、そしたらポイント交換でよろしいですよね。大丈夫です。そういうことですよね。はい。コンデンサ、図のようにステーターアセンブリに取り付けられている。構造配線は図3の通りで、ってね。有害な火花を吸収し、コンタクトブレーカーの機能を助長する働きをしている。容量は 0.2 から 0.26 マイクロファラドである。コンデンサーの判定は、ポイントが開いた状態で、サービステスターでコンデンサー一次側端子と、外角の絶縁度を測定する。測定結果、絶縁抵抗が常温で、うんぬんかんぬんの判定に従って処置をする。交換は取り付けビス及びコネクタを外せば取れる。また、コンデンサー自体の故障というのはほとんど稀だが、取り付けが緩んだり、端子、付近が、汚れたりすると、点火不良の原因となるから、取り付けに注意するって書いてあるのね。はい。うん。そうですね、これ通常ポイントはつながってるときはコンデンサーと一次コイルに電気が流れないんじゃないのかな。そうですよね、うん、でポイントが切れたときに流れるんですよね、うん、それで二次コイル一次コイルに電気が流れると二次コイルに昇圧されて二次コイルがからプラグがの方に、電気が行ってっていうような考え方でよろしいですかね。で、スパーキングプラグっていうのもね、書かれてます。で、スパーキングプラグの中の説明が書かれてます。こんな親切なサービスマニュアルないですよね。はい。これ勉強、すごい勉強になりますよね。接続端子、中心電極、絶縁体、気密座金、点火、なんて言うんだろう、これ。なんとか体、気密なんとか、ガスケット、火花隙間、設置電極、ね、いうようなことが書かれてますけど。これ、未だに変わってないのかな。ね、どうなんですかね。そんなには変わってないんですかね。ね、これ C7HW っていう型になってますけど、うん。だから今だったら CR7HSA とか、あの辺なんじゃないかと思いますけどね。ちょっと私もよくわかんないですね。そう。で、まあ、結局メンテナンスフリーでは乗れないっていうことですね。これね。あの、ポイントのオートバイはね。はい。だから CB7 半とか Z2 だとか、70年代よりももっと前の車両っていうのはみんなこういうもので、火花を飛ばして、やっていたということでよろしいですかね。うん、でこれの素晴らしいことは未だに残ってるってことです。そういうバイクはいくらでも走ってるってことです。もちろんまずはそれを CD、買える人もいますよ。うん、フルトランジスターのどうのこうのとか、うん。でもそういったものっていうのは、まあ、なくなるってことはないと思うんですけどね、今の、まあ、大切な、ね、超高級な旧車のあれだから。うん。でも、こういうものだから多分残ってるんじゃないかと思うんですよ。これじゃないと、なかなか残らない。こういうアナログ的なね。うん。だから、人によって、その手でいくらでもね、
乗れるっていうことですよね、うん、で結局ですねいろいろやったんですけど、まずねダメなのはねフライホイールがどこでも入っちゃうダメだよね展開時間合わないもん、絶対エンジンかかんないよそんなんじゃ、うん、そうウッドラフキーっていうのがあるじゃないですか、あれがだいぶ減っちゃってんので、まあ一応そこで入るんだけど、そこじゃなくても入っちゃう、全然入んないの、本来は絶対入っちゃいけないから、うん、入らないから、でウッドラフキーのところ合わせてとりあえずもうしょうがないから入れて、で閉めてね、でもうこれは1は OK でしょ、それはまあいいんですけど、でやっぱりブレーカーの表面がかなり荒れてたから、それをヤスリで削りました。はい、ヤスリで削って、そして、私の目測でギャップ調整してすいませんね、まあ目測でいいじゃないですか、ダメですか目測でギャップ調整はね、あれ難しいんですよ、うん、でフライホイールちゃんと組ん、あ、まあそれでやったらエンジンかかりましたねそれまで違う、それまで全然火飛ばなかったのにバチバチバチ飛ぶから、おこれエンジンかかるでしょって、やっぱかかりました。はい、何が良かったんですか、やっぱ接点かな、接点、あそこと、もしかしてフライホイールが微妙にずれてるとかいう可能性はある、でもずれてても火は飛ぶからね、だから火飛んでなかったから、やっぱりブレーカーの表面が良くなかった、かなり荒れてたんでね、じゃそれは OK ね。であとね、イグニッションコイルの、あ、じゃないや、プラグコードを自分で変えたっておっしゃったんでね、お兄さんね、そう、若いお兄さんなんですよ。でとりあえずそれ見たら、車外のコードね、車外のコードなんですよ。で差し込みのところがターミナルキャップ付きのやつ、ターミナルキャップってどんなんですか皆さん、ついてるかな、これこの辺で CPR とかつってターミナルキャップついてます、ついてない、ターミナルキャップ最近ついてないんだよね、ターミナルキャップがついてるやつ B6HS とかついてんじゃないのね、ターミナルキャップっていうのがありまして、要はここですね、これね、これは脱着式なんでどっちにも対応してるんですけど、これがついてないのっていうと、これを外すと要はほらこれになるんですよ、これね、ほらね、これ外すとこういう状態、ネジ山になってるね、そう、これ B4 ってどういうプラグなんだろうね、相当古いですね。でこれが要はついてるのは CR6HSA かな、これがついてるのに、プラグキャップの方がこれに対応してるやつだから、あれなんていう会社でしたっけね、あるじゃないですか、オレンジなんか今色ついてるやつね、だからダメだよね、これはこれでダメでしょ、だからそこ最初そこじゃないかなと思ったんですけど、そ関係なかったんだけどね、うん、でとりあえずこのターミナルキャップをつけてついてないから、でそこにパチッとはめるようにして、うん、はめるようにしたんです。だからまあそのあたりね、うん、あとはまあどうですかね、とりあえずエンジンかかればね、あとはご自分でやっていただくっていうことなのかな。うん。自分でやった方がいいでしょ。ね。変に、だからこれで、あとほら、エアクリーナーがあれになって、パワーフィルターになって、マフラーも変わっちゃってるから、おそらく、で、純正のキャブだけど、キャブは純正じゃないかな。あれ、セッティング出さないと、多分まともに乗れないだろうけど、うん。だけどまあ、それは自分でやった方がね、いいのかなっていうね、うん。っていう感じがするので、とりあえず、ただ、バッテリー今ついてないから、バッテリーついてなくてもエンジンはかかるんですけど、あのまま回転上げると電球すべて飛びますから、バチ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 ってニュートラル切れるでしょ、ヘッドライトつければヘッドライト切れる、テールライトもちろん切れる、ブレーキランプ握ったらブレーキランプ切れる、ウインカーももちろん切れる、なのでバッテリーをつけた方がいいですよね、うん、バッテリーをつけてちゃんと制御してあげないと、そう昔のやつそうなんですよね、うん、あ、ちなみにこれですね、余計の諸先輩方に言う話ではないと思うんですけど、まあ、もしね、あんまり知らないっていう方が、いらっしゃったら、ちょっと一応ね、私の経験上のご説明をさせていただきますと、これはポイント点火なので、ついてなくてもエンジン、バッテリーがなくてもエンジンかかります。はい、かかります。ただ、バッテリー点火っていうのがあります。同じポイント使ってても。それはエンジンかかりません。バッテリーついてないと。どんな頑張っても火飛ばないですから。そうすると、あれ、なんかいけないんじゃないかって一生懸命他のこと調べて、結局いつまで経ってもかからないっていう話になってしまいますから、気をつけていただければと思います。はい。例えば、CB125 の2気筒のやつ。あと、JX、単気筒のやつ、JX とか。あれもそうです。あれもバッテリー点火なので、バッテリーがついてないとエンジンかかりません。はい。どんなに頑張っても火飛ばないと思います。はい。かすかに出るかな？いやー、出なかったと思いますね。
やっぱバッテリー点火だ。だバッテリー新しい。だから、あの、関係、それとまたポイントと関係なくても、バッテリー点火の、だから、オートバイってのはそうですよね。あ、ちなみにあれもそうです。MVX。あれもバッテリーがちゃんとしてないと、火飛ばないから不調になります。で、なんだよ、このバイク。ダメだよ、これ。不調。すぐさ、不調になるんで、なんかナンバーが死ぬんだよな、とか。ね。そう。いや、バッテリー新しくすれば、多分、っていう。いや、もう他でダメな場合もあるんですけど。そう。バッテリーって重要なんですよ。そう。バッテリーが、やっぱり必要なバイクで、バッテリーがダメなのに、ついてない、ちゃんとしてないのつけてる場合は、まずバッテリーをいいのにしてください。っていうことなんですよね。余計なお世話かもしれませんが、はい、一応私 の, あの短い経験上ではそんなことがあったかと思います。はい、ということでですね、店長武蔵チャンネルはこの辺で、とりあえずご利用早くよかったね。あ、次は何だろう、 SRX かな。あれはキャブだからね、どうしたもんなのでしょうか。